キチャンネル。シーズン半分総チェックということで、今日はオリックス広島カープ編でございます、はい、まずはオリックス現状34勝38敗借金4でも3位と 1.5 ゲーム差だから、そうですよ、踏ん張ってんねん、踏ん張ってるんです。優勝までは1位までは16ゲーム差なんでちょっともう無理です。でもまだ2位まで5ゲーム差3位まで 1.5 ゲーム差だから、なんか悪い悪い言いながらも踏ん張ってるよな。そうですね、うん、でももう俺オリックスの秘密見つけて、どうやって上いけるか、もうデータ出てんねん。3月4月13勝14敗1分け借金1、ね、チーム打率2割3分7厘ホームラン10本、ね、盗塁も10個してエラー13個で基本塁打8本、ね、防御率 2.49 で5月オリックス防御率 3.57 6月オリックス12勝11敗貯金1防御率 2.44 先発 2.17 もう先発やな、もう先発頑張ったら勝てるで。もうだって打線は、まあ、杉本がね、はい、やっとちょろちょろホームラン打っていけるけども、もうホームランを取った杉本は帰ってこないんですかっていうね、ジョージの杉本、西川ももっと頑張ってくれるかと思ったけどね、まあ、最初に比べたらどんどん上がってきたけど ね、はい、ね、やっぱもっとエンジンかけてね行ってほしいっていうところはあるし、まあ、太田が ね、いいところを見せてるっていうところもあるし、まあ、森 ね、だからもうね投手陣ももう毎日何人投げるんっていうぐらい投げるやん。投げますよ。もうオリックス12球団で一番全員野球です。もう全員野球っていうのがね、もうぴったり。誰かに頼ってない。っていうか頼れない。でやっと宮城もね帰ってきたしね。で山下俊平太も帰ってきたけども、山下俊平太どこ行ったっていう去年のピッチング。変化球ストライク入らんかと思って、防御率 5.73 やで0勝3敗、東も怪我していなくなって、で宮城が3勝4敗、防御率1点台の借金1、曽谷5勝3敗 2.29 頑張ってる。曽谷頑張ってますね、うん、しかも楽天キラーね、楽天キラー、ね、うん、であとカスティーヨね 2.83、まあ、カスティーヨも頑張ってるけどね、打たせて取るピッチングでね、でもペルドも来たから、もうロッテから2人来てる、カスティーヨとペルドも1年で。ペルドも大きいような感じよ。でかいっすよ。リリーフな。リリーフ。めっちゃいっぱい投げてるからな。でも吉田輝星も良かったね。オリックス来てね。そうですよ。やっぱ投げ一軍で投げれてるもんね。頑張ってるしね。あと鈴木宏ね。はい。12試合も投げて防御率 2.30 だから。そうですよ。リリーフの中ではね。なんとか、あとエスピノーザ6勝4敗。まあエスピノーザの存在も大きい。だからもう全員野球やな。全員野球。もうどうするとか、もうどうするであれば先発頑張ろうっていう、そうっすよね、うん、あともうリリーフは全員投入して、はい、何人使っても1イニングアウトにしていくっていうね、最後のマシャドまで、はい、小田島も頑張ったからね、頑張ってる頑張ってる、で高島投げたり ね、いろんなところで、だからもう本当全員野球なのよ、才木、佐藤和真、斉藤京介、もう若手もベテランも全員野球、もうそれを中島監督がうまいピースでこう使っていくしかないな、打順も変えながら、なんかもういきなり選手がここから躍動ってそんなないやん、多分もう監督の手段の見せ所やな。そうですね、料理で言うと大間のマグロじゃないけど、マグロを美味しく作れますよねって言われてる感じ。だいぶしんどいと思いますよ。こんだけ、いやだいぶしんどいと思いますよ。いやしんどいと思うよ。でもチャンス、うん、でもチャンスあるから、まだそんなしんどいのに3位と 1.5 ゲーム差だから、すごいですよね、それは中島さん。でも7月入ったばっかりやのに全員野球苦しいな、チームとしては。でも逆に言うとチャンスあるからね、選手は全員野球で出ていけるんだから。そうですね、調子良かった西野君もまた怪我してしまいましたしね、やっぱ最近ちょっとオリックスの、まあね、怪我に、まあ、でも3連覇してきてるからね、なんかこうやってやっていこうっていうのがないんだよね。そんなガンガン足使えるわけでもないしね、選手がね、だから盗塁数も正直オリックスは多くないのよ、10だからね。でもまあだからって言ってそんなアグレッシブに走っていく選手もいるわけじゃないじゃんね、今の一軍の中でいる選手でもアグレッシブないしね。まあでももう踏ん張りどころやな、もう踏ん張っていくしかないな、なんかこうしようとかもないもんな、この悪い状況の中よく踏ん張ってるっていう評価だね。そうで
数字的にも。でも数字の中でやっぱ先発のピッチャーが頑張れれば勝ち星がついてきてるから、まあ、なんとか A クラスに入っていくにはやっぱ先発が頑張らないといけないね。あとはもうリリーフは何人使ってもその勝ってるゲームを勝ち切っていくね、しかない、それしかない。で続いて、はい、広島カープ現状首位です。38勝31敗4分け貯金7、2 DeNA と2ゲーム差、完全ピッチャーやろ。大瀬良すごいっすよ。えぐいぞ、えぐいっすよ。クリ 2.41、 4勝5敗、ね、大瀬良 0.80 やで。そうですよ、4勝12試合投げて4勝0敗 0.80 やのに4勝しかしてない。8勝ぐらいしててもいいやろっていうね。で森下 1.41、 6勝3敗えぐいよ。床田 1.57、 7勝4敗で、アドは 3.06、 5勝2敗。そのアドはもう悪くないからね。悪くないっす、うん、でたまに投げる玉村 3.60、 1勝3敗。でもピッチャーえげつないなって数字にも出てんもん。3月4月10勝11敗3分け借金1、うんね、防御率 2.60、 先発 2.7、 ちょっと悪かった、まあ、森下出遅れとかもね、はい、あったからね。で5月広島14勝8敗貯金6、一気に防御率 2.04 にジャンプアップ、先発 2.09、 リリーフ 1.94 で6月広島13勝10敗防御率 1.50、 先発 1.54、 防御率 1.39、 そりゃ強いよな。打つのはね、まあ、小園とか頑張ってるけどね、野間とかそんな特筆して誰かがすごいとかないのよ。まああのね、昨日とか初期は足でかき乱してとかね、なんとか1点取りに行ってとかもあるけども、まあ、末金がね一瞬花開きかけたと思ってすぐ怪我するね。スタイリングして取ってね、もったいない、うん、他の人のねチャンスが生まれてくるっていうところではあるけども、まあ俺の中で若干不安要素がねあるのが、島内いいピッチングもするんだけどちょっとたまにポカあるんだよ、ね、うん、もうちょっとね絶対的な安心感、5勝5敗だからね、うん、絶対的な安心感がね、欲しいかなっていう。でもまあめっちゃ投げてるから ね、うん、あれだけどもね。でまあ今年紅林がね、まあいい感じでね開幕から投げてるっていうところもあるけども。紅林、あ、紅林じゃないわ、あの栗林、栗林ね、うん、栗と栗、栗、ね、すぐ間違っちゃう、はい、栗林ね、あと森浦ね、はい、右キラー、右キラーなんですね、うん、右キラー森浦さ、チェンジアップで今年黒原もいい形でね、リリーフね防御率 1.91 頑張ってるしね。あと矢崎買いまときしてたで、もうね 1.57 矢崎ね。でハーン左ね、あのターリーの代わりね、カーの 2.53 ね、堀江 1.57 投手陣最強よ。でもよ、優勝するにはずっと投手陣におんぶに抱っこはきついやんな。ね、ここから暑くなりますか、ね、あ、暑くなってくるところでね、はい、まあ、ちょっと下手ってきたときに打線の頑張りがいる中で、まあ、秋山の間ね、で小園4番がなおらんもんな、角がね、うん、もう打順の並びで頑張ってるだけやもんな、うん、あとは坂倉どうするんだ問題ね。ちょっとキャッチャー石原愛沢で行ってるからね、でファースト外国人もいないから坂倉が押し出されてファーストになってるんだけども、はい、これでもう坂倉侍ジャパンでいいやつだな。選びにくいですよね。選びにくい。ここら辺が難しいよな。坂倉にとったらマイナスだけど、チーム事情からするとそうなるよなと。しかも坂倉もそんな爆発的に打ってないしみたいなね。カープでいうと野間がね、6月3割1分1厘、秋山2割5分3厘、小園2割5分ね。あと矢野の守備もね大きいね。いや本当でかいですよ。でかい。でかい。であと小園と矢野でいろんなとこ守れるから、はい、そういった意味ではね、他の選手も合わせて使いやすいっていうところもあるからね。でピッチャー頑張ってるし、でもこっからまあなんとかね打線が頑張って、ちょっとね最近打てなくてすぼんでんだよね。ちょっと交流戦明けね、まあ、ヤクルトに3連勝したっていうのはあるけども、まあ、あの中日、ジャイアンツ、阪神と負け越してるからね、まあ、交流戦ねうまく乗り切れたっていうところが大きかったんだけども、交流戦明け 1、2、3、4、5、6勝6敗5分、このヤクルトとのね3連勝がめちゃくちゃ大きかったけども、でもそこからまたね巨人にこれ勝ち越したら一気にいってたけどな。確かに、うん、まあ、なんとかねあの2戦目にバルドナードから菊池がホームラン打ってね、うん、でもあったけども、この接戦ね、まあでもそんな落ちていき、いきそうな感じせんよな、ね、カープはピッチャーがいいからで、だから離脱だけが怖いね、うん、あとはまあ打線が足も使いながらなんとかね、そんなホームラン一発攻勢っていうのはないだろうからね、着実に点を取っていってしっかり稼げるかどうかとね、
ポイントはね、末金とかもいないしね、ホームラン打つバッターもいないし、外国人はいないし、いないですよね、あ、田村君もね、開幕前の田村君もいないし、もう投手で勝負やな、守り勝つと、ま、守り勝って、足も使いながら1点取っていって、はい、まあ、たまに、だって、森下、床田、大瀬良、栗、大敗せんもんな、しない、だから負けるとしたら3対2とかな、はい、2対1とかになるからね。6月だってね、13勝10敗で勝ち越しやろ、交流戦が10勝8敗で貯金2作ってるからね、これも大きかったね、交流戦の防御率 1.85 だからね、えげつないよね、チーム打率は2割3分4厘であんまり打ててないし、ホームランも6本で少ないけど、きっちり勝ちに、ね、結びつけてるから、まあ、うまさだね、まあ、そこら辺も含めて、もうだからカープは打線が全員野球やな、首かいながらどうやって使っていくかだから、はい、今日の両チームは全員野球やな。でもカープはやっぱり投手陣の安定感があるからね、はい、やっぱ強いかなっていうのもあるんで、まあ、ここら辺どこまでね、踏ん張っていくかだけども、カープはオールスターまで中日、巨人、ヤクルト、DeNA、阪神、しかも、木曜日が常にね11日以降休みだから9連戦とかないからね、そこら辺ピッチャーも絞れるからね、結局だから5枚、まあ1回12、10これで祝日挟むところは6連戦あるけどもね、あとは全部切れていくから、そういった意味ではいい感じでローテーションも回せるしね。だからカープはこの DeNA やな、これ7月 DeNA と5試合やるから DeNA も勢い乗ってきてるからね、ここがどう絡み合うかっていうところがポイントやから、オールスター終わって5ゲーム差ぐらい相手はいきそうやな。でもカープ今シーズン見てたら中日との相性がめちゃくちゃ悪いんですよ、うん、3勝6敗なんですよ、うん、唯一中日に負け越してるんですよね。じゃあ今日からの3連戦、そこで3敗3連敗とかしたらそれは危ないよね。それは非常に危ないですよ、うん、バッテリーが中で、うん、下から来てるからね、はい、だから全チームオールスターまで多分全チーム総当たりするから、うん、そこで浮き沈みどうかだね。だからその中で広島が勝ち切ってオールスター終わって7月終わって貯金5ぐらい作れてたら、うん、っていうのがねね、見えてくるかも分かんないんでね。確かに、うん、じゃあちょっと中日との相性ね。そうなんですよ、うん、ここ見ていかなきゃいけないね、はい、逆に中日も広島に勝っていったら A クラスはあるからね。あるですよ、うん、まだね、まだチャンスあるから、はい、まあ、セ・リーグは全チームチャンスあるからね、うん、いいですかね、うん、まあ、投手陣が怪我しないで抜けないようにだね、特に先発ね。そうですね、うん、まあいい感じで来てんちゃう、俺はこういう予想やけどすいませんね、カパーの皆さん ね、うん、まあでも結果だからね、まだ結果どうなるか分かんないから、あれがあったからかもしれないですよ、そうそうそう、知った激励やから、見とけよと思ったらかもしれない、うん、しかも戦国セリーグだからね、まあ、そういった意味ではやっぱり最強の投手陣を持ってね、はい、まあ、どこまで戦えるか、まあ、でも投手陣だけで最後までいくのはきついと思うからな、まあ、そこら辺はどういう攻撃陣になっていくのか、ね、注目していきましょう。